どうも、ワニです、こちらは牛ハツでございます。今回こちらね、アクアショップトリトンさんっていうね、アジアアロワナの専門店の方からいただきまして、こちらね、肉食の熱帯魚とかの餌として販売されていたってことなんですけれども、今回ね、我が家の爬虫類とかね、他の生き物たちにぜひ使ってくださいってことでいただきました。牛ハツね、肉食の熱帯魚に与えるのは割と一般的なことでして、俺も与えたりしてたことはあるんですけれども、牛ハツって栄養の配分がすごい良くて、まあモニターによく鶏胸肉とかね、与える人いると思うんですけども、牛ハツの方がね、実はね、高タンパクの低カロリーなんですよね。結構ね、筋トレしてる人でさえ食べるようなものなんで、ペットに与えるにもね、非常に栄養価がいいんじゃないかなと思います。しかもこれね、人が食べる焼肉屋さんに卸してる国産和牛の牛ハツらしいんでね、やたらいいもんですね。でこれね、まあ冷凍されてるんで、まずね、ぬるま湯につけて解凍していきます。ういっ、まあ、一個一個の粒がちっちゃいんで、結構2、3分ぐらいで解凍できちゃうみたいですね。食べきれる分だけ解凍しましょう。解凍できたかなと思ったらね、手で触ってね、奥までちゃんと柔らかく解凍できてるかっていうのを確認してあげないとね、凍ったままだと消化不良になっちゃいますんでね。でまあ解凍してる最中、こうやってね、水ちょっと血で濁ったりするんですけど、まあ、切った肉ですからね、別に血ぐらい出ますんでね、血が出ても問題ないですってなんか案内書に書いてありましたね。で早速我が家のペットたちに与えていきましょうかね。まずはまあ爬虫類じゃなくて普通にこの肉食魚たち。ほい。すごい食いつきだ。すごい器用に食べるね。ポリプテルスも食べてます。アミアカルバにも、ほれ、うん、食ってる食ってる。うん、いい食いっぷりだ。爬虫類に当たるときはね、しっかりカルシウムパウダーを。オオトカゲに与えるときは一個一個がちっちゃいんで、トングで与えるとかじゃなくて、こうやってね、餌皿に置いてあげると食いますね。
我らが大食漢緑亀さん。うん、さすが。いやいや、まあ石がないね。でまあ、口がちっちゃいやつとかにはこうやってね切ってちっちゃくして与えます。草亀です。下手くそかわよ。普段浮いてる餌ばっかあげてるからな。もっとちっちゃく来たらよかったかな。いや下手すぎでしょ。あ、ようやくいけた。またまたの食べた。またまたってね、柔らかいものしか食えないんで、歯がないんで、こういった牛ハツとかね、食べてくれるんでいいっすね。ほり。あとまあちょっとした小技としてね、人工飼料なかなか食べてくれないやつとかに、こういう牛ハツのとこにね、人工飼料をこう埋め込んでね、与えると人工飼料の味に慣れて食べてくれたりするみたいですね。これちょっとね、うちの G 弁6とかが人工飼料食べてくんないんで、こうやって与えてみようかなと思います。ほら、人工飼料入りの牛ハツを食らえ。おお、食った。ちゃんと人工飼料ごと食いましたね。ほら、暗い。運休も食ってますね。アフリカ牛ガエル。おお、早い。うん、あっという間だな。食べましたね。
おお、食った。おお、すげえ食いつきだ。いいですね、食いつきは。おお、いいね。はい、というわけで様々な生き物がこちらの牛ハツを食べてくれました。魚だけじゃなくてね、爬虫類とか両生類用の餌としてもね、全然ありだと思います。こちらの牛ハツを販売しておりますアクアショップトリトンさんのオーダーフォームなどの URL を概要欄の方に貼っておきますので、ぜひね、興味の出た方は購入して試してみてください。という感じで今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。こちらのね、アクアショップトリトンさんね、 YouTube チャンネルもやってらっしゃって、ね、見てみたらなんかマレーシアとかのね、ショップとかアジアアラワの養殖場とか動画出してて結構面白いんで、ね、そちらも見てみると面白いと思います。